次第の潮回りは、一番いいのが4月の30日の中潮、は旧暦の5日になりますので、4月30日、5月1日、5月2日、まあ、潮小さい方が次第狙いやすいんで、まあ、5月の4日ぐらいまでが、狙い目になると思います。